天智天皇は日本の第38代天皇であり、626年から672年まで在位しました。伊名は葛城として知られ、中野大江の王子としても知られています。661年の斎明天皇崩御後に即日中野大江の王子が奨聖したため、662年は天智天皇元年として称されました。大化の改新を行い、中富の鎌足りと共に伝説となっています。